願いします。お願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。お願いします。割とそのお店に、はい、貼られる、はい、商品の棚の上とかに、はい、ボードとかになってやられるものとか、ワンカップですね、はい、取らせていただきます。お願いします。お願いします。いいっすね。ナイスナイス。最初わあ、ナイス。いいです。出口さん入られます。お願いします。スタッフさん入られます。あちらになります。なんで、いや、うちは本田氏はちゃんといいものを使ってるんだよと、まあ、そういうことで、まあ、訴えたいというのが一番の趣旨でございます。まあ、ここで作っていただいて提供して、で、パクケントさんです。よろしくお願いします。はい、そして出口夏樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。2さじぐらい、2さじ、はい、はい、カット。はい、カット。楽しそうだ。楽しそうだ。そうですね。今ちょっとね、ちょっと神経衰弱が入りにくいんですね。はい。はい。はい、よーい。はい。ありがとう。はい。ありがとう。何かあったら言ってください。ごめんなさい。何回でも。こちら。そう。はい。よーい。はい。お待たせいたしました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、では本番入ります。さすがにお待ちどおさんも失礼だなと思って、あ、買いました。あ、そう、はい、初めて来ました。これで、はい、それが一番欲しいんだよね。はい、じゃあ今おいくつですか？21です。今年で22歳です。平成2001年です。しかし、一回り違う。あ、一回り俺が平成元年。13。というところまでが食べるのはまだ食べるのはまだですね。マイコさんのマイコさん、マイコさん、すごい染み渡るいい匂いだな、匂いじゃない、いい香りだなっていう感じが。出ちゃうんですよ。そういう感じがちょっと出ると褒めるね。はい、よーい、はい。お待たせいたしました。はい、カット。はい。ピカチェックさせてください。はい、チェック。お願いします。はい。お願いします。あ、こっちね。うん。あ、はい。はい。はい、カット。ゴールド。なるほど。わかりました。美味しそうにやってるな。はい、カット。はい。はい。はい、ここで参ります。はい。はい。
はい、カット。よーい。はい。お待たせいたしました。はい、カット。もう、タイプラ？はい。次に足ある。足あります。何ですか？多分合ってると思います、ね。本番。本番。よーい。はい。おだしでこんなに変わるんですね。かつお節にはこだわってる。はい、カット。はい、ボルドー。はい、ボルドー。今甘かったです。どうした？なんか間違えた。期待は。ああ。ああ。サンス。よーい。はい。なしでこんなに変わるんですね。いただきました。はい。はい、ナス前の方で、はい。だから今やり直す、上に向いてもらう前の方が良かった。はい、そういうことです。じゃあ監督的にもいいですか。あ、じゃあ私には全然いいです。はい。はい、じゃあご指摘しますよ。私ももうオッケー、なんかどうぞ。そうね。あ、失礼して、ごめんね。ごめんごめん。ありがとうございます。じゃあはい、ちょっと待って。落ちた。カット。待って、大丈夫。で、その後は、あ、その後も戻って。はい。はい。おだしでこんなに変わるんですね。かつお節にはこだわってる。はい、カット。はい。ちょっと拭くものをすいません。はい、ちょっと鍋に指がついてた。よそった後に、しずこを切ってもらってるから、これを優しめに。すみません、お願いします。今ね、手にかかっちゃった。熱かったです。よーい。はい。おだしでこんなに変わるんですね。かつお節にはこだわってる。ありがとう。はい。はい。こんにちは。いらっしゃい。こんにちは。いらっしゃい。はい。この後でね。もう全然だから。一緒に大丈夫かな。ありがとうございます。じゃあお話して、じゃあ白いきますよ。ライブ遅れやすい。ライブ。せーのって言いますからね。出てなかった。一回練習でーす。はい、練習でーす。せーの。イートウェルリブウェル。イートウェルリブウェル。せーの、イートウェルリブウェル、せーの、イートウェルリブウェル、せーの、イートウェルリブウェル、よし、いける。じゃあ回していきます。回していきますね。せーの、イートウェルリブウェル。もう一回ください。はい。せーの、イートウェルリブウェル。せーの、イートウェルリブウェル。ちょっと合わなかったですね。はい、一回カットします。はい、ちょっとお直しください。早く。ちょっと巻き目で、はい。はい。せーの。イートウェルリブウェル。はい、カット。はい、いけた。顔がちです、私も。イートウェルリブウェル。難しいね、イートウェルリブウェル。めっちゃ練習しました。イートウェルリブウェル。はい。イートウェルリブウェル。
こうやってもらう。アンディアネになる。イートウェル。ニブエル。ってことですよ。はい。こういう感じいかがでしょう今の。いいアイデアで入らないとね。はい。イートウェル。ニブエル。オッケー、いける。イートウェル。ニブエル。オッケー。じゃあカメラ回します。はい。もうカプさん好きなタイミングで。はい。イートウェル。ニブエル。ニブエル。いきますよ。はい。イートウェル。リベル。もう最後にごめんなさい。イートウェル。リベル。待って、言えてます。もう一回やってみますよ。リベル。いくよ。はい。イートウェル。リベル。リベル。もう元気、もうちょっと遠くに届く感じで。イートウェル。リベル。はい、カット。はい。大丈夫ですね。もうこれだけ。はい。じゃあ、お二人では以上ということでいいですか。いいです。はい。じゃあ、誰本出汁を味噌汁に使えば、削りたての鰹節の香りがふわっと広がる。そしてお出汁のコク深い味わいがじわーっと体に染み渡る。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、そうですね、すごい素敵な CM になってると思います、うん、最初監督からですね、このセットのなんとなくのイメージということでね、外苑前の隠れたおしゃれなこう和食料理屋さんということでね、もうそれだけでもすぐ分かるぐらいのこのおしゃれな空間で、こう料理をさせていただき、非常に光栄な機会をいただきありがとうございますすごいね、すごい素敵な空気感が漂った、はい、CM になってるんじゃないかなと思います、はい、やっぱセットがすごい素敵で、と皆さん多分ずっと中にいてわからないと思うんですけど、外から戻ってきたらスタジオがもうお味噌汁の匂いに包まれてました、うん、いい香りだね。めっちゃいい匂いで撮影しました。見どころは、やっぱりこの CM を見たらみんな本出汁でお味噌汁を食べたく作りたくなるんじゃないかなって思います。撮影前に楽屋にご挨拶に来てくださったんですけど、非常に爽やかな風が流れておりました爽やかすぎて本当にもうなんか申し訳なくなるぐらいの一回りぐらい違うんですよね、はい、多分ね。そうです。いや本当にしっかりされててもすごいです。とにかくもう美しい空気が流れているなというのが第一印象です。ありがとうございます。ありがとうございます。健康デュースさん、賀来さんとご共演されて何か印象だとか感想ございますか。私はもう人見知りで、昨日からちょっと撮影に来るのが緊張してて、でも来たらすごいたくさんお話ししてくださって、今はもうこんな笑顔で話せます。もう率直に申し上げますと知らなかったです。ただなんかこう合点がいったというかですね、やっぱりこうね、こんな簡単にこんな精巧な味を引き出せる、秘密はそこにあったんだなっていうのが、うん、はい、印象的ですね、はい、私も知らなかったですね。それを聞いてなんか納得したというか、から本出してこんなにいい香りとうまみが詰まってるんだなって思いました。そんな、おう、すごい、おう、あら、削る前、改めてこう見るとね、鰹節ってこんな感じだったんだって思って、私初めて見ました、鰹節を。香りがすごいです。本当だ、うん、すごい。これどうすればいいですか膝にあのー
願望はあるんです、ずっと。ただ本当に自分で言うのもなんですけど、あまりまだ上手じゃないんですよ。でなかなかこう一歩ね、複雑な料理とかを作ることに対してまだちょっと抵抗があるので、いやでもちょっと今日カウンターに立ってみて、結構こう料理人のねバイブスを感じたのでちょっとこれからは絶対トライしたい、男飯みたいな、そういうのでちょっとなんかブログとか上げたいバズりたいなんかスタミナ丼みたいな、こうなんかご飯と合うおかずを作ってみたいですね。男飯ですね。はい、男飯私はまだ実家暮らしなので本当に作る機会がなくて、機会というかもう作ろうとも思ってなくて、そうかそうかあれでも今回の機会でお味噌汁作れるようにはなっとかなきゃいけないなと思ってます。う、ね、うん、お味噌汁だったよね、なんか本出しを、うん、本出しでねって、うん、この前子供にですね、パパはなんでご飯が作れないのって言ったんですよ本気の顔で、ハッとして、でも確かにこれはまずいなと、うん、でこう子供ね、ちょっと驚かせるぐらいの料理を本当に作りたいと今思ってて、一番何がこう説得力あるかなっていうか、た時にやっぱり肉じゃがとだし巻き卵、うん、この2つ作れたら結構パパすごいってなるんじゃないかなっていうのはありますけどね。あとはもう本当それをブログに上げてバズりたい。TikTok に上げてバズりたい。はい。男飯食べてみたいです。うん、好きですか男飯は。なんかがっつりしたものが好きなので。うんうん、食べてみたいです。スタミナ丼、はい、丼になんかいいですね、こんのっけてほしいです。意外ですね本当ですか、あんまりこう爽やかな、がっつりしたものが本当に好きで、うーん、普段から食べられます。普段からそうでですね、いつも朝昼晩重いですあ、そう、あんまりこう、うん、なんて言うんだろう、ヘルシーな感じというよりはがっつりお腹をいっぱいにしたいみたいな、ね、もういっぱいにガツンと食べて、食べたい派です。たくさんオーダーがありました。わかりました、ぜひお願いします。今度の撮影で持ってきますものや習慣、結構ねその時期によって全然変わりますけどね、うん、あ、今だと英語はもう取り憑かれてますね最近。本当になんかいろいろきっかけがあって、あ、もう本当に前からやろうとは思ってたんですけど、本気でちゃんとやろうって思って、そこからもうなんか隙間があったらなるべく英語に触れるようにしてます。だからもうそれはもうだから一日でもやり逃したらもう体が気持ち悪くなるぐらい今習慣になってますね、うん、映画なんかも字幕で、そうですね、とかなんかこう子供と話してて、あの日本語で言ったけどこれなんて言うんだろうみたいなのとかをすごく調べて出てくと、やっぱちょっとずつ言えないことがなくなってくるんですよ。そうだからそれを今一生懸命やってます。ネビさんいかがですか。こだわって何だろう、物とか習慣ではないんですけど、お洋服を着るときに刺繍とかラインも合わせて全身で2色以上は入れないっていうこだわりというか、なんか3色ちょっとでも違う色があったらなんか気持ち悪くて、多分こだわりですかね。好きな色の組み合わせなんかありますか。白とか黒に結構ビビってんの、ビビットの色を入れたり、明るい色を黒と白に入れるのが好きです。今日のポジションみたいな、そうなんですね、黄色と、まあ、こんなんですけど
こうなんです。黒じゃなくて、こういう衣装着てますね。CM 作ってみたいですね。なんか学校、高校生ぐらいの時に CM プランナーの方がなんか授業みたいな感じで教えてくれたんですよ。その15秒でとか30秒で4コマ漫画を作れって言われて、それでどうこう、じゃあ例えばこのお水をあの買ってもらうためにはどういう感じで4コマを作りますかみたいな。でその時からすごいこの制限のある中でやるっていうのが面白いなと思ってて、まあ、最近こうね CM に出せていただく機会が多いので、ちょっと自分だったらこうするかなみたいなのを最近ちょっとずつ考えるようになってきたんでしょ。そうだからいつか CM を、本田さんの CM を撮ってみたいなと。賀来さんが監督となった嘘です。どんな CM のイメージとかありますか？そのアニメーションのことをリアルな、気づいたら本田さんの CM だったみたいなのをちょっとやってみたいですね。それまででわかんないんだけど、最後の最後で、あ、本田さんの CM だったんだってわかるような感じがいいですね。ありがとうございます。はい、さん、どうでしょうか？一回メイクさんになりたいって言ってました。言ってました言ってました。あのお仕事始めた最初はすごいメイクが大好きなのでやりたいって言ってたんですけど、される側に今立って大変だなって思って、される側でいいやってなってます。なんかメイクさんってすごい可愛くするお仕事かな、楽しそうだなって思ってました。普段のこうご自身でされるメイクの中でこう、はい、特にこだわるポイントとかあったりされますか？こだわる眉毛、眉毛は何だろう、茶色じゃなくて黒とグレーの間の色を使うっていうこだわりがありまして、なんか顔がシュッと見えます。こだわりです。紅葉見たいですね。去年はなんか結構バタバタしてたのであんまりそういう時間がなくてですね、今年こそはこう、まあ、家族だったり友達だったりと紅葉に行ってこうなんかピクニック的なことができたらいいなと思っております。どっかこう行きたいエリアとかありますか？でもあんまりこう人気のないところがいいですね。ちょっと外れたところがいいかなと。ありがとうございます。リキさんいかがでしょうか？睡眠の秋。秋って風もいい感じの気温じゃないですか。窓を開けて網戸閉めてリビングで大の字で昼寝したいです。床で昼寝したいです。何かこうあの睡眠というか、はい、深い眠りを取れるときにこだわりのグッズとかあったりしますか？いや逆に知りたいぐらいですね。もう睡眠がすごい浅くて、もう若いのに、そうなんですよ。知りたいぐらいです。枕で枕多分そうです、言われました。でも起きたら枕いないんですよね。なるほどね。なんかひっくり返ってます、こっちとかに。そうかそうか。まずじゃあ寝相の改善だね。そうです。まずはね。そうか、そこから直します。CM をご覧の皆さん、かっけんとです。この度本出汁の新 CM に、出汁にこだわる料理店の店主役として出演させていただくことになりました。CM を通じてですね、厳選した鰹節の香りと、旨味が詰まった本出汁で作る最高に美味しい、お味噌汁をですね日本中にお届けしたいなと思っております。ぜひ皆さんも本出汁を使って、鰹節本来の味わいを楽しんでください。以上、かっけんとでした。CM をご覧の皆さん、出口夏樹です。この度味の素本出汁の新 CM に出演させていただくことになりました。
私自身も初めて知ったんですけど、本田氏が本物の鰹節から作られていることや職人さんのこだわりがふんだんに詰まっているということを皆さんにお伝えできたらなと思っています。本田氏の香りの良さや旨味をさまざまな料理で味わっていただけたら嬉しいです。以上、出口夏希でした。お出汁で味噌汁は変わります。本出汁を味噌汁に使えば、削りたての鰹節の香りがふわっと広がる。お出汁のコク深い味わいがじわっと体に染み渡る。本出汁は独自の製法でいぶしたこだわりの鰹節を使っているから、鰹節の香りと旨味がそのままギュッと詰まっています。削りたて香る本出汁。いらっしゃい。イートエルリブエル。